プレゼンテッドバイクイーンロゼ。マザーグースの秘密の館。いやいや、夢じゃないよ。君はここグース夫人の館に招待されたんだ。招待というよりも強制召喚に近い気もするが、ま、自業自得ということで諦めてもらうしかなさそうだな。お嬢さんってばちっとも本を開こうとしないんだもんな。ちょっと無理強いになっちまっても仕方ないよ。そもそも本の存在ごと忘れていたわけだしね。あそこまで眼中にないといっそ潔いくらいだよ。これだけ長い間よくも無視を続けていられる。一度は開いた本だろうに、再び開くのにここまでかかるとは。知的好奇心が欠けているとしか思えないな。ああ、紹介が遅れて申し訳ないね。私はアーサー・リンドグレンだ。この近くに居を構えていてね。グース夫人とは親しくさせてもらっているよ。私はチェザーリ・フリッチ、学者だ。この館に身を寄せている居候の身だな。俺は下働きのエリック・バレルだよ。下町でいろいろな雑用を請け負って働いている。ここにもよく御用聞きで来ているんだ。よろしくな、お嬢さん。僕は料理人のバッカス・ムーアだ。よろしくね。警戒する必要はないよ。私たちは君のことをよく知っている。そんなにはっきり知らないと言われてしまうと悲しくなっちゃうな。仕方ないですよ。彼女は呆れるほどに無知なんですから。そのままの意味だ。で、俺たちは自己紹介を続けてもいいのか。それじゃあ自己紹介を続けるよ。僕はここの料理人だけど、夜の間は近くのパブでマスターもしているんだ。興味があるようならぜひ遊びにおいで。おもてなしするよ。最後が俺だな。俺の名前はヴィンセント・ノーブルだ。
この近くにあるパブリックスクールの学生で、ここには個人的にセザーリ先生に学ぶため通っている。ん？おや、私だけさん付けなのか。ここにいる私以外の彼らには仕事があり、それを肩書きとして名乗ることができるのだけれどね、私には職業での肩書きがないんだ。それなのでいつも身分を名乗ることになる。私はね、貴族なのだよ。ああ、質問攻め？最初から質問がたくさんだね。さて、これに関しては君が教えてあげたらどうかな、セザーリ。私は教師ではなく学者だ。教えるのは本業じゃないんだが。でもヴィンセントの勉強を見てあげているんだから先生だろ。いいじゃないか、教えてあげなよ。確かに私はヴィンセントには勉強を教えている。ヴィンセントに先生と呼ばれるのはやぶさかではないが、どうして君たちまで私を先生と呼ぶんだ。いや、なんとなく。だってセザーリ先生は先生だよ。うんうん、先生は先生だよね。仕方ないから、ほら、諦めて彼女に説明してあげなよ、セザーリ先生。ったく、押し付ける気なんだな。君はグース夫人と聞いてもピンと来ないのか。そっか、来ないか。うん、セザーリ、こうなったらもう直球で言うしかないんじゃないかな。そうだな。私たちの存在を何年にもわたって忘れ去り放置してきた人間だからな。そんな彼女だ。残念ながら過度に期待はできないね。私たちがどれだけ待ち続けたのかもきっとわからないんだろう。みたいじゃなくて、そうなんだよ。お前は自覚がないみたいだけどな。成長したお嬢さんに会えるのをずっと楽しみにしていたのにさ、ちっとも開いてくれないんだもんな。ああ、君が開かないと開けない。ここはマザーグースの世界なんだ。そういうこと。ここはお嬢さんがしまいっぱなしにしていた本の中の世界なんだよ。だから僕たちは君のことを知っているんだよ。長年いつ開いてくれるのかと期待しながら君を待っていたんだからね。お前に嘘なんてつく必要がないだろう。ここは正真正銘グース夫人の館だ。ああそうだ、ここは君が何年間にもわたって見向きもしなかったマザーグースの世界なんだよ。夢中になったこともあったはずなのに、君はすっかり私たちを忘れてしまった。うふ、君、正直なのはいいけど、その言葉グサってくるから、グサーって。あ、愛情の反対は無関心か。えぐり込むように来たな今の。これだから教養のない人間は嫌なんだ。その言葉がどれだけ俺たちを傷つけるのか考えすらしない。存在否定に近いものがあるんだぞ。分かっているのか。いや、だからね、僕たちはずっと君が本を開いてくれるのを待っていたんだよ。それなのに君はいつまで経っても僕たちに無関心だし、ちっとも本を開こうとはしてくれなかった。いくら忍耐強い俺たちでもな、もう待ちきれなかったんだよ。このままじゃお前が嫁に行く時にでも捨てられそうだ。それでちょっとグース夫人からも力を借りて、お嬢さんをこちら